お兄ちゃん、お風呂にする？それとご飯にする？お姉ちゃん、僕ね、お姉ちゃんにチョコ作ってきたんだけど食べてくれる？お姉ちゃんのこと考えながら作ったんだよ。え、これ僕にくれるの？嬉しい。大切に食べるね。え、僕の顔が書いてある。僕のためだけに作ってくれたの？お姉ちゃん大好き。うわ、マジか。今んとこちょっと一番ダメージが来てる。ちょっとお水飲ましてください。うわ、兄貴おかえり。え、バレンタインのチョコ？やったー、兄貴ありがとう。あ、酒チョコだ。まだお前にも早かったかって。俺はもう大人だからこれぐらいじゃ酔わねえよ。いただきまーす。あ、もぐ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 。兄貴、兄貴は俺のこと好き？俺は兄貴のこと好き。だから、その、兄貴になら俺キスとかされてもいいから、する？いいよ、兄貴。昨日の言葉忘れ、何ニヤニヤしてんだよクソ兄貴。もう二度としてやんないからな、バーカバーカ。なんだこの台本は。なんだよ、なんなんだこの台本は。わあ、さっきのお姉ちゃんをちょっと更新したわ。やべえ、もうこれ以上のは来るな。うわぁ、よし、いけますよ。お姉ちゃん大好き。ちょっと恥ずかしくなっちゃいました。それじゃあどうぞ。どうぞって何かって言い出しっぺですよ。お姉さんはもっとルコのこと好きって言うんです。そんなの恥ずかしいってお顔ですね。大丈夫、年下の女の子にこんなこと言わせて甘えてるお姉さんも、リコは、大好き、ですから。ね。かわいい。ちょっと待って、さ、コメント欄でさ、盟友も女装してる説。それ、こじらせすぎじゃない？これ。やばくない？違うよね、これ女の子名優の台本だって俺信じてるよ。どっちも女装してたらこじらせすぎじゃねえか。ちょっとルコの新しい可能性を見ましたね。お兄さん、お兄ちゃん、お兄様、兄、兄に、お兄様、兄上様、兄様、兄貴、バカ兄貴。マサルお兄ちゃん、え、マサルお兄ちゃん、これはルコで言ってんのか。これルコでやらなきゃダメ。これ
兄さん、お兄ちゃん、お兄様、兄、兄に、お兄とも、兄上様、兄様、兄貴、バカ兄貴、マサルお兄ちゃん、兄ちゃん、チョコ作ったから一緒に食べよう。兄さん、姉さん、チョコありがとう。家帰ったら食べるね。兄貴、起きろ。昼間まで寝てないでさ、可愛い弟のマサルくんとさ、一緒に遊ぼうよ。なんだよ、釣れねえな。あ、そうそう、兄貴の上司さんからさっき電話来てたよ。なんかかなり怒ってたみたいだったけど、なんかしたの？あ、起きた。おはよう。え？冗談だってば。起こしたくってつい起きたんだから、ほら一緒に遊ぼう。うわうわ、悪いやつ。わ、いたずらっ子だけれど、これはもうお前ってなって一緒に遊んだゲームでフルボッコにされるやつだ。このクソガキってなるやつだ。わ、やっちまったな。